衝撃告白。松井和夫苦悩の日々を語る。西部からの裏切りに涙が止まらない。市との食事を直前キャンセルした理由が明らかに。球団の生贄にえとして首に。劇の真相が明らかに。松井和四48が西武ライオンズの監督職を実質的に解任された。確かに成績は良くなかったが、球団のレジェンドがわずか約1年半で解任されたことについて。 同情の声も広がっている果たして今回の扱いは妥当だったのだろうか西武は5月26日成績の悪さを理由に松井監督を休養させ今後は渡辺久信 GM58 が監督代行を務めることを発表した球団は休養という言葉を使っていますが実質的には更迭と言ってもいいでしょう昨シーズン松井が監督に就任した時チームは5位に沈んでしまいました も不審が続き5月18日には球団史上最速で39試合目で自力優勝の可能性が立たれましたその後も再開が続きシーズンの半分も終わっていない段階で球団はこの重大な決断を下すことになったのですスポーツ紙記者静かにしておいてあげたい松井が高校時代からお世話になってきた恩師は肩を落としてこう話します 彼とはゴールデンウィーク明けにメールでやり取りをしましたがその時点ですでに今は若手を起用しているので我慢していますと困難な心境を打ち明けていましたそのため恩師は西部の移動費である5月27日自身の地元である名古屋市のステーキ店でチームの他のスタッフと一緒に会食する約束をしたと伝えられていますしかしながら休養が公表される直前松井から連絡がありました 名古屋入りは27日の最終新幹線か、翌28日になるとのことでした。彼は自身の将来についてすでに考えていたのでしょう。その後、私からの連絡はありません。しばらくの間、静かにしておきたいと思っています。どう犠牲者として、松井は現役時代、西部の育成選手としてパ・リーグの MVP を1回、最多安打を2回。 トール用を3回受賞していますなぜそのようなレジェンドがシーズン途中で解雇されてしまったのでしょうか前述のスポーツ紙記者によると西武は npb の球団の中で最も法令遵守と品位を重んじると評されていますそのため親会社である西武ホールディングスの株主総会が6月21日に開催される際球団の成績不振に関する批判を避けるために 松井監督を解任すすることとが検討さされれていたと推測されますコンプライアンスを過剰に重視した結果、NPB のある関係者もこのように同情の意を表明しています。西部は山川穂高32に関して、女性トラブルがあったとしても、嫌疑不十分で不起訴になった以上、彼を残すべきでした。しかし、コンプライアンスを過剰に重視した結果、彼を移籍させてしまい、 戦力が大きく低下しましまた球団は成績不振についても責任があるはずですが松井監督だけがその責任を負うことになってしまいました西武はレジェンドすら適切に扱えない球団であることが明るみに出たこのままでは次期監督の選出が極めて困難になるのは確実だろうネット上の反応監督として成績が出なければ批判や責任問題が当然のことだと思いますがいざ休養 実質的な解任となると、寂しいというか、残念というか、言葉にならない気持ちです。相当辛かったと思います。また元気な姿を見せてほしいです。球団としては、功労者であり、スターでもある選手に監督のポストを任せ、3年間の2軍監督と1年間の1軍ヘッドコーチを与えた経緯があります。本来なら去年年と今年が輝くべき時でであったはずです確かに 山川の遺跡や外国人選手の不調などもあるでしょうが、今のチームの低迷は、若手選手の育成不足が根本的な原因だと考えられます。ファンたちは1年半ではないと考えています。2軍監督を3年務め、その後1年半の1軍ヘッドコーチという、合計5年近くに及ぶ期間で、野手として育てた選手はほとんどいません。 球団編成や打撃コーチなど指導陣全体の責任もありますが、監督の影響力は大きいので、これもやむを得ません。西武ついに連敗を止める。打線の奮闘による2日間の鍋球人状再敗。西武は12日の広島戦、ベルーナで5-0で大勝した。先発の墨田智一郎投手、24が99-9でマラックス。 1 0 9球未満での完封勝利を達成した。打線も5回に6本の安打を浴びせ、湿った状況を突破し5点を挙げた。これにより、2日続いていた大敗の連鎖を8で断ち切った。前日の11日に1、2位で惜敗した試合で起こった懲罰交代がキーポイントとなった。これをきっかけにして、渡辺久信監督代行、58の鍋級采配が走行した。試合の4回。 坂倉の平凡な三五郎を元山が一塁へ悪送球した際、ベンチの渡辺監督代行はそれを見て、5回の守備から元山を外し、佐藤龍に代えて三塁手として投入した。その試合後、渡辺代行は誰もがエラーをするつもりではないが、重要な場面でしっかりと締めることが必要だと考えての交代だったと交代の理由を述べた。そして、これは渡辺代行が巧みに進めた2日間の。 人情采配の一環でもあった元山に対する懲罰交代を実行し彼に早くもリベンジの機会を与えた結果彼は5回の西三塁から先制の中前的地打を放ち5得点の先駆けとなったお立ち台で元山はうまくいかないことがあるけれども皆が熱心に準備しプレーしています今日はそれがうまくいったと思いますと述べました渡辺大高も元山に期待していました 彼は気持ちでヒットを打ってくれました。昨日はエラーがあり、状況を変えましたが、今日は最初からスタメンで出すつもりでしたとほほ笑みました。8連敗中、試行錯誤の末に、自身の采配で打開策を見つけ、悪い流れを一旦止めた。もちろん、まだ21敗があるが、一つの勝利だけでは安心できないが、この勝利が良い流れにつながることを願い、明日からも頑張っていきたいと述べ、 勝利を受け止めたネット上の反応厳しい戦いになるだろうけれど、連敗を断ち切って連勝したい。松井監督時代に干されていたと言っても過言ではなかった日川を辛抱強く使い続けて結果が出てきたのは嬉しい。彼は打線の中で頼りになる存在だと思うから、今夜も頼んだよ、ライオンズ。選手との距離を保ちつつ、厳しいマネジメントを行うことで。 慣れ合いではない愛情を感じさせる鍋球の采配、その影響で選手たちのモチベーションが高まったのかもしれない、先々日の源田選手の行動は明らかに良い方向に流れてきている、今日も勝利をつかんで勝ち越しを目指そう。知事は竜星がサードのレギュラーをほぼ確保しつつあったが、最近の失速で状況が安定し、本山にも再びチャンスが回ってきた。守備面では星の方がが、わずかかに優位かもしれないが バッティングでは本山の方が期待される要素を持っているように感じるハイレベルな争いとは言えないがシーズン終了時にはどちらがサードのポジションを確保しているか注目したいぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せくださいチャンネル登録高評価もぜひお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございました